おじゃはさみ、お包丁落ちてるよ。ママ、ママ包丁落ちてる。あ、いくら壊れちゃった。ねえ、ママあんな軽々しくねえ、リアちゃんはちゃんと食べてなら、お座りして食べなさい。わかった。しかも、初めて食べる、それを今食べるのね。初めての。なんでさ、痛い。ほら、開いてたけど。ほら、見て。もういいや、ゆずだけで喋るね。ひなちゃんね、すごく疲れたの。いける？もしかして聞いてくれる？あ、いや、ダメよ。ひなちゃん、あれだ、机の上に乗ってるの。エンマさんだ。どこ？どこなの？エンマさんだの。エンマちゃん、エンマちゃん、エンマちゃん、仕事っすか。
心とかハートとかしなきゃ。どなたに返信しますか？シリが発動した返信とかハートしなきゃどなたに返信しますか疲れてるね。私すごい疲れてるね。ありがとう。子供たちが寝てね、やっとこういう時間になるんだけど、あとはもう仕事中とかロケ行って待ち時間とか、フリー Wi-Fi があるカフェに入ったりするんだけど、フリー Wi-Fi ってちょっと怖い噂とかも聞いたりして、知り合いとかがなんかね、乗っ取りとかあったっていうのも、私知り合いとかいて、すごい SNS 系乗っ取られたっていうのもすごい聞いたから、やっぱ怖いなと思ってて。 YouTube なんか乗って乗っ取られた。いや本当にね、もう YouTube 乗っ取られた日には泣くね、号泣するね、みんなで号泣だね。私たちにとって本当に子供のような存在じゃん。で、育児日記としてやっぱり YouTube を始めたわけで、すごい結構大事なものだから、セキュリティとかもしっかりしようと思って、うん、私セキュリティ対策でこれ入れたんだ。ちょっと見て。エクスプレス VPN ってやつなんだけど知ってる？すごいんだよ。でこれ今切ってる状態なんだけど、本当にワンクリックで接続してくれて、これで接続完了で、これでもう本当にセキュリティがしっかりしてくれてる状況になってて、だからこれを接続完了にするとパソコンとか、まあ、携帯でも使えるわけよ。でスマホでも使えるから、接続完了しておくと、その送受信を 100% 暗号化してくれるから、本当にセキュリティ本当に万全、本当に信頼できるっていうか安心。私さ、そんなにパソコン得意じゃないのよ。だからなんかややこしい、その接続に毎回なあれ立ち上げて、これやってあれやってってなるとすごい大変だけど、もうピッて押して、ほんとピッてやるだけで接続完了するから、めちゃくちゃ楽。だからすごい安心して仕事できるようになったし、外でも仕事できるようになったから。だからこの夜の作業が結構昼間、外でもできるようになると、やっぱ早い時間に眠れることができて、やっぱ睡眠もね、取れるし、仕事もはかり取るし、ほんと良かった。これのすごいとこはさ、日本って私結構さ、そのさ、Netflix とかも結構入ってるのね。だけど、その動画視聴サイトみたいな、そういうので、ジブリとかってないでしょ。なかなか見れないじゃん。私すっごい好きなんだけど、見れないんだけど、Xspace VPN を通してやると、その IP アドレスを海外のもので、やれるから、で海外だと視聴できる国があるんだって。だから見れるようになったりとかするっていうのを聞いて、でなんかすごいなって思って、うん、なんかジブリとかもすごいね、子供たちも大好きだから嬉しいよね。ありがとう。はい。